西の表市の馬毛島にアメリカ軍の訓練移転などが計画されていることをめぐり塩田知事は計画を容認した理由について国が環境アセスメントの手続きの中で知事意見に沿った対応を確認していると改めて述べました。のの県県議議会一般質問で県民連合の前野春議員は 西表市の馬毛島へのアメリカ軍の訓練移転や自衛隊施設の整備計画について塩田知事がこれまで慎重な姿勢を見せていたにもかかわらず計画を容認した背景について正しましただ知事はこれまで国のなし崩し的な工事発注でありますとかあるいは契約などに対して遺憾の意を表明するなど慎重な姿勢がありました。 急変したと受け取る県民にどのように説明をされるか、お伺いします対応が明らかにされていない中で、工事を進捗するような、そういった手続きが進むということについては、遺憾であるというようなことを繰り返し、県としては国の方にしっかりとお伝えをしてきたところであります知事意見にに沿っって対応がが図らられるとととといいいううここ明らかになった段階ででの判断ということでございます。 これを受けて前の議員は塩田知事に対し生活に影響がある県民への十分な説明と国への毅然とした態度を要望しました。